時間かかりすぎじゃね、フォーカスに。おはようございます。今はちょうど朝の6時だ。今日は3月の12日日曜日で、この週末3日間ホノルルの方でホノルルフェスティバルっていうのをやってるんですね。で、私はなぜこんなに朝早く起きたかというと、そのホノルルフェスティバルに出る方たちのメイクを担当するので、これからその方々がいるホテルの方に向かって、でメイクをします。はい そういう感じの日なの。だから朝早いんです。そうで、もう荷物はここに全部準備できてんだよね。メイクアップの、スーツケースと、あとこっちにもちょっとメイクアップのものが入ってて、であと髪の毛のも入ってんだよね。私の先輩というか友達というか、マリンさんっていう方がいるんだけど、彼女が髪の毛をやって私がメイクをやるっていう日なんです、今日は。はい、なんでもう出なきゃいけないから行きますよ。ちなみに今日のメイクはね、こんな感じなんだけど、やっぱちょっと暗かったからメイクする場所がって感じだけど、このリップめっちゃ可愛いでしょ。これね、イリアのリップスティックなのね。で、名前がね、シナベアっていう、シナベアっていうカラーなの。なんか、こういう暖色、今日こういう感じの服着てるんだけど、こういう暖色とかを着るときに、このリップがすごいマッチして、いいんですよ。いつも褒められる、これ着てると。なんかちょっと秋っぽいんだけどね。でも、全然そんな意識しなくて、夏とかでも全然可愛いと思うんだけど、このリップ超かわいい。ちなみにグロスもつけてます。グロスは、フェンティのちょっとグリッターが入ってるやつなの。で、マスカラは今日してないです。っていうのもね、もう美容液だけ今日は。そんな感じです。まあいいや、とりあえず行こう。こんにちは、皆さん。とりあえず駐車場に着きました。私はね、めちゃくちゃ早いの今で、こういう感じの、仕事が入るときは、トラベル式の私が物を全て持ってきて、そのホテルとかそういう依頼されたところに行って仕事をするみたいなときは、もう本当に早めに着くようにしてて、なんかこのワイキキの方とかホノルルの方とか特に道がね、なんか例えばここに駐車しなきゃいけないってなってたのに、道があんまりよくわかんないから、こう行って、あ、やべえ、通り過ぎたみたいな。でもこの通ってる道は一方通行だから、なんかそこをどうにかターンして、でまた戻ってとか、そういうのを何回もやってたね、昔で。時間すごい無駄にしててっていうことが結構あったから、結構早めに出るようにしてるんですよ。あとなんか駐車場を見つけなきゃいけないとかいう時があったりとか、なんかね、何かしらあるんでね。なんかここに駐車して、でここのホテルに来てくださいって言われて、でホテルに行ったと思ったら、なんかそのホテル自体が1個だけじゃなくって、何棟にも離れててみたいな、何棟にも分かれてて、で自分がいた棟の階に
お客さんがいなかったみたいなこととかも結構あって、でそうするともう余裕で10分15分20分ぐらい食われちゃうからっていうのも、そのホテルに行く頃になるともう歩きだから全部上行って、あれお部屋がないみたいな結構あるんですよ。そうだから早めに着くようにしてます。で私はなんだかんだ部屋入りが今日7時半なんだけど、そうだね40分早く着いてます。まあそんぐらいがいいんだよ、本当に気持ち的にもいいんだよね。で今日のスケジュールは2時間のお仕事でメイクをするんですよ。4人とか5人って言ったんだけど、メイクをして、でそれがもう終わり次第、私は11時になると自分のサロンにお客様が1人来るんですね。だからそれに間に合わせるように帰らないといけないから、9時半にはここを出なきゃいけない、うん、9時半、10時にはワイキキを出なきゃいけないっていう感じなんです。そういう感じのスケジュールで、朝すっごいちょっと忙しい日なんだけど、自分のサロンに戻って一人お客さん終わらせたら、それ以降はもう仕事入れてなくって、今日は日曜日なんだろう、もう朝結構早くから動いてるから、そう午後はね別にそんなカツカツしなくてもいいかなと思ってて、そうなんです。だからその後は家帰って、でなんかディナー作ったりとか、あと部屋片付けたりとか、まあ、日曜日だからね、まあ、そんな感じで過ごそうかなと思うんだけど、そうなんです、そんな感じの今日は一日になると思います。今日朝起きたのは4時45分で、とりあえずコーヒーを飲んで、まあ、飲みながらなんだけどね、支度して、で6時に出てきた感じなんだけど、そういう感じになると出てくるじゃないですか。でそっから仕事が始まるでしょう。で仕事が終わってその瞬間に私はもう切り替えてサロンに戻んないといけないから、なんかそのさ合間合間でどこどこに泊まって何かを買うっていうのは今日のスケジュールでは入ってないんですよね。だからとりあえずこれをガッと掴んで来たんだけど、でもまあ、バナナ1本で朝はいいじゃん。でなんか変な時間にお昼を食べるっていう感じになるんじゃない、なんかまあ2時とか3時とかにお昼を食べるみたいな感じになると思うんだけど、なんかやっぱね、この合間合間でなんかこう食べることを意識したり、飲むこと、水を飲むとか意識しないとちょっとね結構カラッカラで、なんか気づいたらカラッカラとかいうこと結構あるから、そうなのね。だからさ、まあ、とりあえずどうしようかな、私はもうホテルに歩いていこうかな、うん、すごい近いみたいなんだけど、私のお友達先輩の、マリンさんとはロビーで会うことになってるから、そうロビーで待ち合わせてるから、ロビーで待ってようかなと思う。 OK、 では行きましょう。あとここにも荷物が、はい、行くよ。マリンさんねえ、ここで会うとは、超タイミングちょうど今来たよ。しかも車で入ってくの見たよ。私今日ビログ撮ってるからマジか、マジか、うん、ほら妹さんに入って言って、こんなんで大丈夫行く、病気で目とかなんかやばいけどカメラでチェックするの大丈夫そうね、本当やろ、行こうぜ。え、マリンさんどっか行くの、このなんかどっか泊まる、
いやーギャあれの足が必要ね、足がね全然使えない。いつも撮るときこんなのやってんの？そうだぜ、こうやってカメラで撮ってる。そうよ、何で撮ってると思いました？携帯？うん、なんかこんな大きいのとか使ってるのかな。これなんだって、はい、この日は2時間に4人の方のメイクをするっていうちょっとちょっぱやな急ぎなお仕事だったんで、仕事中のビデオとかは全然撮れてないんですけど、まあ、時間内に間に合ってこの後、サロンに向かいました。終わったー、終わりました。時間通りだけどちょびっと押し、ちょびっと押しな感じだけど時間通りです。よし、これから私はサロンに向かいます。いや超綺麗だった。なんかお花の先生たちで、日本から来たお花の先生たちで、でそのお花を出品そのフェスティバルでするっていうのと、あとその着物をドレスみたいに作って、でそのドレスを着てそのフェスティバル歩くパレードするって言ってて、それのメイクに入らせてもらったんだけど、すっごい綺麗だった。なんかドレスと着物が一緒になってたんだけど、すごい可愛いの、すごい良かったです。ありがとうございました、楽しかった。よし、サロン着いた。余裕のよっちゃんで着きました。余裕のよっちゃんってか自分で言ったら恥ずかしいんだけど。よし、でこのさスカート可愛くないですか？
ビルでね、6ドルぐらいだったの。このハワイなヴィンテージな感じが良くない？ちょっと切れてんさ、可愛いでしょ。家に帰る、これからね。半日残ってる、やった。荷物めっちゃ多い。All right。こんな感じ。バイ。髪がさ、なんか変じゃない？可愛くないよね。髪が可愛くないんじゃねえか？あ？どうなんだ？よし、それでは私は今日は帰りますので。はい、皆さん今日も見ていただいてありがとうございました。ビデオを気に入ってくれた方はぜひ LIKE を押してくださいね。あとサブスクライブもして、Instagram もフォローしてくださいな。ではまた次のビデオで会いましょう。バイチャー。